ちは。こんにちは。さあ、湯坂さん、はい、今日は素敵なゲストが、ね、いらっしゃいます、はい、松村邦彦さんです、はい、京都の後輩ですよ、はい、山口県。そうです、そうです、もう野球バカって言っていいですか。いやいやいや、もう逆それも阪神バカって言った方がいいですか。どっちですか。あのバカ野球になり、バカ阪神になってますから、ね、なるほど、はい、よろしくお願いします。お世話になります、よろしくお願いします。さあ、まずは、はい、やっぱ阪神の話を、はい、ね、今年阪神どうですか。いやー、ほんとちょっとドームの3立てから調子悪いです ね。ゴーアのヒットがもう夏休みぐらいに出ましたから ね。巨人戦での、いや、まあ外さずにずっと使いましたけど、うん、あの起用法っていうのはどうですか。いやー、もうね、打つんだろうと思ったんですけどね、ちょっとオープン戦とか練習試合とか全然打たないから大丈夫かと思った時に、もう神宮球場行くと加藤光雄さんがいらっしゃって、まっちゃん慌てたらあかんで、助っ人外国人言うのはな、お客が入ったら打つんやって、しばらく無観客だったんですよ。ですよね、はあ、でも野村監督だったら僕はね、はい、外してたと思います。外してましたね。ブロワーズもホームベースにもっと近づけっていうのに近づかなかったから10試合ぐらいで外しましたよ。でしょ、吉田監督だったらどうですか。私はね、我慢しますね。あの、気持ちよく気持ちよくやれよ。でも打たないなぁ、なあ、打たない。中谷とか高山でもやっちゃうか。二軍で調子ええで、高山とか中谷でええんちゃうかなぁ思いますよね。よろちくーって言ってますね、はい。でも、はい、2位に今現在いますけど。そうですね、それはやっぱり評価していいですか。ああ、評価していいと思いますね。まあ、あの、なんだろう、苦労した人をこう使うっていうのがなんかこう矢野監督で我慢したけど、こう苦労した人間にこうチャンス来て使うというパターンですかね、やっぱり、うん、でも、あの、やっぱもったいないゲームが多すぎて、多すぎましたね。で、まあ、見えないエラーもあるし、まあ、実質的なエラーもあるし、はい、まあ、昨年から の課題だったじゃないですか、ね、チームの、はい、あれも解消されてないですよね。去年100エラーがありましたからね、はい、これ解消されてるんです。いや、なかなか強いチームになるのは難しい。解消されてないですね。ジャイアンツの3倍エラーしてますからね。いや、そうですよね。そう、でも見えないような隅々まで見ると、あれって、ここの送球もちょっとこうしたらもっとっていうのがありますからね、うん、やっぱファンとしたら、うん、負けても可愛いですか、そういう負け方しても、まあ、負けたら気分悪いですよ。その日一日がブルーで地獄ですけどね、うん、でもそれでも明日勝つかなみたいな、うん、あ、なんか全体的になるかなみたいなのは思いますけどね。もうだけど、もうちょっと、ま、守備ですよね、うんうん、木浪を使い続けた、木浪も2年目になってた、なかなかこのちょっとこう見えないエラーがあったり、伊藤原選手は本当去年よりはるかにうまいですね。あ、伊藤原ね、うん、なんかもう開幕から見てて、まあ、ちょっと ありましたけどね。で、小畑選手もね、守備範囲は広いんですけどね、ここのとこよく出てる高校生、まあでもちょっと目をつぶりながらですね、うん、成長を見るから、はい、守備はやっぱり、ええ、経験と、うん、やっぱり練習に勝るものは、そうですね、努力以外ないですね。練習してます。いやー、やっぱり努力が足りないんでしょうね。結果が出るってもう良くないことは全て身から出たサビですからね、いいことはおかげさんですからね。あのね、僕、雨天練習場があるでしょ、はい、あそこは人工芝じゃないですか、はい、で、人工芝で多分よくやってると思うんですよ、練習を、ノックとかも、はい、外であんまり受けてないんじゃないかなっていうような気がするんですよ、土で。そうですね、そんなことないですか。あ、それもあるかも分かりませんね。なんで土のグラウンドなのに、土で受けないんだとか、うん、なんかね、ドロドロにやってる姿を見たことないですよ、あんまり。もうその通りですよね。やっぱり泥の中で、やっぱり甲子園の試合前にもう守備練習特別にこうやってもう徹底してやるしかないですよ ね。いや、僕らはまあ、若い時入ってもう加計夫さんがバリバリのもうスターで、はい、でもあの加計夫さんが泥んこになって受けてましたからね。本当ですね、うん、加計夫さんの時ももう加計夫さんがもうで、和田豊さんが入団した時、守備だったら
いつでもいけるだろうぐらいに思って、うん、あの和田豊さんが85年に入った時パッと見た時、だから掛布さんとかお母さんとか真由美さんとかの白洲さんとかの守備見て、あの打つ人たちだろうなと思ったら、こんなに守れんだと思ったって言ってましたからね。いや、守れますよね。掛布さんもよく受けましたもんね。そうですよね。吉田監督のノック徹底してたみたいですよ。掛布、お前地獄のようにあるぞ、お前3人体制でノックしますよ、徹底してやりますよ、ノックしたな掛布はってあの吉田芳雄さんはずっと言ってましたからね。いや、掛布さんもゲストで来ていただいて、はい、ノッカー1人に対して3人だって。3人ですよ。だって岡本勇さんっていう檜山のお父さんと高校の同級生の岡本勇さんに、はい、梅本さんに、あともう1人いらっしゃって、あもう3人体制でヘトヘトになってもまだやるって言ったって言ってましたね、うん、もうなんかトイレに行く時以外はずっと行ったって言ってました、うん、ノッカーが、はい、いや僕が入団した頃は、まあ、ビジター行ってバッティング練習が3分ですよ、僕ら若いから、はい、まあその前に打ってるんですけどね、昼間、でグラウンドで打てるのは3分、はい、その間1時間、はい、あとずっとノック受けてましたよ。はー、だから守備が、まあ、ね、それでも僕は下手だったと思ってるんで、いや、あのとにかく受けたら上手くなるっていう、で守れないやつは打席に立てないからっていう。でも今は打てないと試合に出れないでしょ、はい、逆なんですよ。あ、だからちょっと多少守備は目をつぶってもって言いますよね。だからと、うん、なんかホームの球場なんですけど、イレギュラーのバウンドにこうね戸惑ったり、あれ鳴尾浜と甲子園って土が一緒ですよね。いや一緒だと思うんですよ、うん、ちょっとエラーが。そうですよね、あの打つ打てないっていうのはあれですけど、守ってたら点やらないですからね。掛布さんが二軍監督やってたじゃないですか、はい、あのままやってくれてたらちょっと変わってたような気がするんですよね、うん、あ、そうですね、まあ、そうですね、僕は厳しくしてました。ただキャンベラに関して怒鳴り散らしたことはありますけど、まあ、ちゃんとそのもう今の野球の今の子たちにちゃんと教えるってことが大事かなと思いましたんでね。僕らの時代みたいな厳しく教えるんじゃなくて、もう明るい中の厳しさっていうのを非常にこう教えてきましたね。まあ、掛布さんも明るいですもんね。はい、教えてましたよ、厳しく教えてましたね、だから森田っていう選手にはコバースって言ってましたしね。コバース、まあ、でもエラーは鳴尾浜もありました。森田って、あの関西高校から来たパワーヒッターの森田もちょっとこう守備、安藤さんと安藤投手とこうどっちが取るんだっていう時、安藤さん任せてくださいって言って、お頼むぞって言った時、やっぱり安藤さんお願いしますって言って、おいっつって真ん中に落ちちゃったって。そしたら平瀬さんが怒ってました、おい任せてくださいって取るんじゃないんだ森田って甲高い声が響いてました。名古屋球場で二軍の球場の時で、安藤さんも、ま、もう任せてって言ったよなやっぱりお願いしますやっぱりお願いしますがないやろお前、なんとか言ってやってよまっちゃんって平瀬さんがもう甲高い声でおっしゃってましたね。もうなんか阪神って、はいはい、まあ、それ面白い球団ではありますけど、はい、強くなるにしたら、あ、そうだ、はい、西っていうピッチャーが入りました、はい、僕ものすごい楽しみにしてる。なんか、ね、西純也の方ですね。そう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 、岡山の、はい、岡山の、うん、あのガッツポーズして怒られた、はいはいはい、あれ情報入ってます。あ、かなりピッチングいいですよね。なんかよく投げて、この間ちょっと打たれてましたけど、多分もう来年あたりは上がってくるんじゃないですか、ね、今年見れないですか。今年ひょっとしたら分かりませんね。西でいいかもしれませんよ ね、西投手が2人、2軍で投げてて球速ってどのぐらい出てるの。100でも50あるんじゃないですかね。150投げてますね。ただ今150投げれるピッチャーって80人ぐらいいるんですよね、まあまあ、まあ普通になりますからね。でも150の質が違いますもんね。ああ、そうですね、いろんな質があって、これは西と井上とか出てきたらちょっと面白いですよ。履正社の井上も出てくる、西も出てくる、若い人たちが成長するのを見るのはいいですよ。今年の小畑もちょっとこう、ね、守りがすごいって言ってるけど、ちょっと守備のエラーもちょっとこうありますけど、高卒2年目で20本ヒット打ったのは掛布さん以来ですからね。あ、そう、大分の高校球児で、まあ、あの長崎の、あれ創成館でしたかね、
長崎じゃない、あの宮崎の延岡か、あっちの方から来てる小畑っていうのも、高城コーチが守備範囲はちょっと上田海より一歩多いよって、ちょっとこう高城コーチが言ってましたね、秋キャンプの時。肩は強いですよね。肩強いですよ、はい。いや肩に僕びっくりしました、ね、あ、いい肩してんなと思う。いやもう俺は田中修太がチェックしてますよ、肩もいい、バッティングもいい、九州担当のスカウト。でもなんでそう弱い、あの弱いっていうかミスが出て、あ、まあ弱くはないけど、うん、もったいないゲームが続くんですか。なんかもう気持ちの負けみたいなのがあるんじゃないですかね、やっぱりこう豊さんとかの時代のようにもうエラーしたら監督が悪いんじゃないかなみたいなぐらいの、なんか荒々しいノブシみたいな人が少なくなったのもありますね。僕はビビってましたよ。そうですか。いや、なんか豊さんとかエラーしたらリズム狂って、ね、もう飛んでくるのですよ。そうですか。いや、そうですよ。そんな感じはしませんけどね。なんかの8スカ5、6みたいなもんじゃん、ノブシみたいなもんじゃないですか。いやいやいや、もう怖くてもう嫌だったですよ、ボール触るのが。それあの割と二遊間で、例えばちょっとベテランの人でおいここに投げろよなんて言ったらちょっとイップスになりますもんね。いや僕はイップスの気持ちは分からないんですけど、そんなだったら投げてやる、はいはい、ボール持ったら強いんですよ、はい、掴むのが大変。掴むのがそうですか。いや本当に、はい、でも来年、まあ今年はもうね阪神終わりますけど、来年に期待することって何ですか。今年大山がホームラン王になってくれれば一番なんか自信がつくなと思うんですけど、やっぱりもうちょっとなんかわがままな4番になってほしいですよね。で巨人の菅野は俺が打つんだぐらいのなんか掛布さんと江川さんの対戦みたいなのはちょっとこう阪神と巨人のエースと4番みたいなのも見たいですよね。なんかこう荒々しいちょっとこう阪神巨人の1点入る2点入るって細かいスモールね、この細かいベースボールの中プラスちょっと佐々木小次郎と宮本武蔵のここはちょっとみんな黙ってみようよみたい な、ね、ここの劇場ちょっと見ようよみたいなのがあってもいいように思いますよね。なんかこ う大勢と大勢のワンチームって言ったらワンチームなんだけど、ちょっとここだけはちょっとこうトップとトップの戦いみたいなのが、うん、あってももう黙ってみろっていう、ね、半沢直樹でいうと江本明だと坂井雅人のこっからの長ゼリフみたいなのが見たいかもしれませんね、まあ、大山はでも成長しましたよね。いや成長しました ね、あれ佐々木千早を取る予定ですからね。あ、阪神千葉ロリポビタンディプレゼンツプロ野球ドラフト会議千葉ロって、あ、これは阪神佐々木千早取れるなこれと思った時に、彼も佐々木千早取れるなと安心してた。大山雄介、関根さんの真似してるんでしょ、はい、似てますよね。大山雄介、大山雄介、白鴎大学。佐々木千早取らないのかよ。けどドラフトってのは分からないですよね。あれはオーディションに受かっただけですからね。まあでも、坂本と堂上がっていうのもありましたもんね。堂上、外れ1位が坂本でしょ、はい、そうですそうです。その堂上の外れで阪神は野原を取りましたからね。それは野原は今もうノンプロに戻りましたですね。三菱重工長崎に戻ってもう今やってないんじゃないですかね。野原も1位でしたからね。結局1軍ちょっと上がってすぐ行きました。堂上が年、堂上がもう堂上の彼は野原だってなったけど、ジャイアンツは堂上の外れの坂本がすごいですよね。まあ確かにね、ドラフトでね、まあいろんなドラマは起きますけど、いや分かんないですよ。それ荒木大輔さんの外れ1位が斉藤さんですからね。いやだからでもどこの球団に入るかによってもまあちょっと人生がありますよね。そうですね。チャンスがあるとことないとこもあれば、そうですね、適材適所がですね、その肌感が合うかどうかっていうこともあるし、そうですね、ね、まあいろいろ、まあ阪神のことで聞いてきましたけど、はい、そうですね。次は、次もちょっといろいろお伺いしたいことがあるので、はい、何でしょう、監督の話とも交えながら、ね、はい、もうあの今年のプロ野球を切ってもらおうと思ってね、はい、いろんな人に、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。